それでですね、まあ、この方も大学時代にですね、バイクを乗ってて、その後、まあ、当然就職という活動になるわけですけど、この方のなんか外国語大学の、文系の出身、ご出身だそうで、専攻がなんかペルシャ語ってなってますね。でたまたま居合わせた、まあ、外国に、イランとかその隣国トルコをたびたび訪れてるって方ですね。何度目かのトルコ旅行の時に同国のヨーロッパ部門とアジア部門を、隔てるボスポラス海峡の近くバスを待っていたら、たまたま居合わせたトルコ人男性と言葉を交わしていると、彼が海峡にかかってる第二ボスポラス橋を見たか、これボスポラスブリッジのことですね。あれはあなたの国の日本がかけてくれたものだよと教えてくれたんです。当時、同海峡、これボスポラス海峡ですかね、今2本の橋がかかっていた、新しい方のパティーフ・スルタン・メフト橋、あ、通称第二ボスポラス橋か、ボスポラスブリッジは1988年日本政府の開発援助によって建設されていると。その話にロマンをすごく感じて、日本の技術力で新興国に貢献する仕事をしたいと思うようになったんですと。実現できるとすれば重工業系の会社、しかも川崎社に乗っていましたが迷わず川上は志望しましたというふうに書いてますね。で、1991年に入社すると、早々に人事部から配属の希望を尋ねられたと。希望が、東京プラント営業職と伝えたんですが、結果は明石オートバイ営業職。確かに就活時の面接で Z7 GP 乗っていることは言ってましたから、人事にしてみれば、こいつにはオートバイやらせるしかないよというふうに考えましたねって、ご本人も納得されたようですね。で、まあ、川崎重工のオートバイ部門の営業職で、まあ、ずっと勤められてまして、10年目にですね、桐野氏は2001年1月からフランスでの現地販売法人川崎モータースフランスへ出向せよとの事例を受け取ると。川崎重工として初の女性海外研修駐在員だったというふうに書かれてますね。この川崎モーターフランスといえばですね、もうこれは完全な、私がまあ前以前の動画で上げてましたけど、私のホンダ CBX1000 を誕生する、ベースになっているホンダ RCB の誕生ともつながってくるんですけど、当時川崎はまあ Z1 っていう、まあ、バイクを、作ってですね、ヨーロッパの耐久レース選手権を席巻してたんですね。でそのエントリーが川崎モーターフランスですね。でシデム川崎が作って、まあ、エントリーしたんですけど、当然川崎フランスも支援してますから、これはもうワークスと言っていいですね。この川崎の、フランスに、川崎フランスに出向になったという事例を受けているそうですね。でフランス市場に向いたどんな製品をどれぐらい投入するかを決め、さらにマーケットでのシェアを何パーセント取り、上会社にどれほどの利益を還元するかなどの戦略を立てるというものと。フランス語など全く話せない状態での突出だったと書いてます。相当、苦労されてますね。フランス人ってツンケンしてて全然話をしてくれない、感じ悪い人たちだなと思ってたというふうに書いてますね。完全に、引きこもり状態というふうに書かれてます。でもある時これじゃいけないと、この国の言葉で喋るんだと決めて、独学でフランス語のコミュニケーションを取り始めたというふうに書かれてます。でフランス人は二輪四輪問わず耐久レースが大好き。あ、そっか、そうですね、ルマン24時間レースのルマンもフランスですからね。そうですね、ボルドールもフランスですから、確かにフランス人っていうのは耐久レースが大好きなんですね。ホンダの RCB も、耐久レーサーですからね。私の CBX のベースとなっているバイクですね。川崎のマシンは1970年代からヨーロッパの耐久レースで活躍し、そうですね、さらに80年代以降フランスに拠点を置くチームから世界耐久選手権にワークス参戦、幾度も優勝を飾ってきたので、耐久レースに勝つメーカーとのイメージが出来合っていますと。そうですね、川崎は耐久レースでは強かったです。
今は別のバイクメーカーに変わっていますが、自転車ロードレースの最高峰ツール・ド・フランスでは川崎が長年伴走者などの、オフィシャルバイクを務めてきましたので、フランス人の記憶にも強く残っているんですと書いてますね。なるほど。